じゃあ、はい。でよろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介。自己紹介、はい、はい、瀬川桃花です。はい。本当に？自己紹介。新潟県出身でプロを、プロ目指して頑張ってます。まあ、あの昨年からね、はい、あのステップアップツアーの方に出てはい、自分で。まあこの間のプロテスト残念ながら不合格になってしまったことによって、はい、まあ、1年間浪人しなければいけないという中で、まあ、それの中でまあ僕と知り合いまして、まあ、1年間ちょっと徹底的に鍛え直してほしいということで、はい、今回じゃあその先駆けとしてまずじゃあ実際に何を取り組めばいいのかというのを、まあ、ちゃんとこうデータ化して、できるだけその無駄な時間を作らずにやっぱりこうより効率よくこうスムーズ作りをしていこうという部分での、まあ、今回になるので、まあ、今回の結果を受けてですね、自分が取り組むべき内容が明確になってくれればいいかなという感じがしますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。キャップしないで、もうできるぐらいは体温めて。はい、ということで、セガモモちゃんのスイングから見ていきたいと思いますが、はい、実際にこうスイングを今パッと見て、はい、まあ、いろんな数字はあると思うんだけど、はい、この自分のアバターのスイングを見て、なんかこう自分でなんか気持ち悪いなとか、なんか変だなとか感じることってなんかある？やっぱりヘッドが少し遅れてるというか、うん、かなって。いやでも綺麗じゃない？私目線でも綺麗に見えちゃう。まあもちろんクラブの軌道とかクラブの動きとかっていうのは当然こうインサイドからね、こうそれには入ってると思うんだけど、はい、ちょっと正面からもう一回いいですか？うんうん、あのアイアンのやつ、例えばこうバックスイングして、はい、このね、このトップから切り返す前に少しこうリバース感が強い、ね、あ、はい、でこのままクラブが上から入ったら、うんうんうん、多分確実にこうチョロとかになるから、うんうんうん、だからそれを切り返しからインパクトにかけて、うん、こう合わせにいく作業があるように見えるけど、うん、多分ちょっとあんまり気にならない。リバース、あとここの線があるんですけど、はい、これ胸の中心点と腰の中心点で、うん、よくリバース見るときってここあの腰の中心点よりこっちが行く 右、うん、右にあると結構リバース感強いかなって感じる、うん、できれば俺の見た目だとね、ここの位置からちょっと進めてもらっていい、はい、このいわゆるこの位置から、はい、こう、まあ、多分クラブ持ち上げてるからと思うんだけど、はい、持ち上げたことによって、まあ、リバースまではいかないけど、ちょっと視点の左のズレが少し強めで、はいはい、インパクトでこう戻しにならないといけない。これがこの位置でこう切り返しが入ってきたら、うん、もっとこう多分強く叩けると思うんだけど、もっと右で打てる感じがある。どちらかというとこういう、はい、こういうロスがちょっとある感じですごく見える。だそれがこうバックスイングの、まあ、リフトって言ってね。分離できない。私もできない。本当に分離ね、分離ができてないね。僕の考える理想としては、はい、まあ、こうバックスイングして、うん、ここから本来はこう体がこうぐーっとねじれてる間に、ねじってる間に切り返しが入ってくると、うん、その方向でさらにこうゴムが伸びてバーンって多分力入ると思うんだけど、ここから一旦こうちょっと抜けるから、はい、で抜けてこのままスティープに来たら、うん、多分まともにボール当たらないから、うん、ここからまた戻って打たなきゃいけないっていう、うん、ちょっとロスがすごくあるように見えるけど、はい、それはちょっとデータ上はどうかわからないけど、はい、確かにあの
上げて、トップまでの、なんていうんですかね、右に行く動きがあんまりなくて、ずっと左にある感じなので、うん、そうなんですね、こう左にどん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 あの、はい、体だけ追い越して、はい、動きすぎて、ちょっと手がついてきてないというか、その分離もの作業もあんまりできてない感じはあります、ね、どちらかというと、だからこう、こっち側にポジションがあるから、うん、このままもしこうやって正しく止まってきたら、多分ボールの上にくる動いてきちゃうのね、うん。だから手がある程度残ってこうやって当たってこないといけないから、どうしてもこうリリースがちょっと早めの、多分ローポイントもちょっとこう手前になりやすい。はい、ローポイントってちょっと最低点って言うんだけど、はいはい、だから実際データ上はローポイントがどこに来てるかまだ分かんないけど、はい、一歩間違えるとちょっとワンタッチしちゃったりとか、うん、ちょっと噛み気味が多分増えるのかな。要するにここから上がってる間から切り返しが入ってきたら、うん、もう少しこう力が伝わってこういうパッと迎えられるんだけど、うんうん、抜けた状態からふわっと合わせるから、うん、なんか、なんていうんですかね、こうパンっていってる時はすごいいい時なんですけど、うん、あの、なんていうんですかね、追っつけてるんですよ、やっぱり私のスイングって、うん、だからそこが本当直したいなと思ってるところではあるので、だからこの間あのステップドリルやってって言ったのも、はい、こうステップドリルをこう例えばこうステップしてこう練習するときに、はい、ステップしたときについていっちゃってるんだと思って、うんうんうん、そこでインパクトするから全部右に抜けちゃうと思って、はいはい、だからこうステップしたときにしっかり体の視点が右に残った状態からこう打ってあげれば、もう少しこうボールに対して圧力かけられるんだけど、はい、ここから持ち上げ動作で持ち上げたときに少し戻って慌てて間に合わないからっていうのかな、細かく言うと動きだからちょっとこうボールに対する圧力がちょっと弱いのかなって感じがするね。だからそれはやっぱりこうちっちゃな動きでいいから、はい、こうクラブと体のこうつながりをちゃんと練習して、うん、こうやって動いてくると体は行ってるけど胸が右側に残ってる状態が作れるけど、うん、ここから筋肉が一回切れちゃう、うん、引っ張ったものがプチって切れちゃうから、うん、もうバーってこうなんかこうさめっちゃわかるわかる、抜けてる感じで、まあ抜けてる感じで打ってるように見えちゃう、だからそこが多分飛ばないんだと、そうですね、っていう、まあくまでもアバター上の僕の見立てだけど実際のデータは分かんないけどね、だからちょっとローポイントが安定しない感じする、すごく。ここからここら辺から本来はもう戻り始めたいわけ、うんうん、腰がこの体幹部がこう上がってここで引っ張られてる間でこのがこう引っ張られてる、うん、引っ張られてる間にグーッて引っ張ったらさらにグーッて引っ張られてる、ないですね、その動き。でも一旦プチッて切っちゃうから、うんうん、もう自分で行くしかないみたいな感じになるから、うん、こう再現性も薄くなるかなっていう感じがする。はい、だから飛距離が出ないのは多分そういうところにあるのかもしれない。このショルダーがこうターンしてて、このここら辺上がりきる直前からもうこっちが本来は戻り、多分 PGA の選手とかもうここで戻ってもう一緒にくっついてるでしょ、うん、もうなんていうんですか、足がこう、こことこの肩と腰の部分が同時進行してるじゃん、はい、で上手い選手っていうのは同時進行しない。あ、確かに、うん、ちょ一回こっちで終わっちゃダメなんだね、私が、ね、例えばここから戻って、はい、